それから下の方ですね、社内業務時間をやっぱり減らさないかんのですね。お手元のテキストのね、9ページの1、お手元のテキストの11ページですね、一番上、訪問面会件数を業界の平均よりも3割以上多くする。東京周辺というのは大体1日の訪問件数が3件、4件、4件というのは多い方なんでね。移動時間はすぐの首都圏は、九州に来ましたら大体5件から7件なんです。もう全然違うね、訪問件数がね。だからやっぱり直行直帰にして、移動時間を減らしていかないと訪問件数が減らないんですね、増えない。で、今からね、25年か27年ほど前にですね、花王がですね、その例の洗剤の花王、これが直行直帰の仕組みを作りまして、首都圏は。それで、その、直行直帰にするのは、その人の自宅から行けるようなエリアをこう決めてですね、その人の自宅に、本当にエリアを決めて、ずっとこう、調整していってですね。そして、1軒目のお客さんには、8時30分、もしくは8時45分までに着きなさいと。こういうことをやりますですね。だから自宅から出てゆっくり10時ごろ疲れちゃ困るわけです。8時45分とか8時半に着きなさい。と会社によっては8時半に行きましたらラジオ体操やってるんですね。ちょっと倉庫なんかあるような会社。で一緒にもう定期巡回してたら一緒にやんなさいとかですね。私もさせてくださいって一緒にやんなさい。こうたら一番の訪問でしょ。そして家庭にファックス入れてですね。昔は28年前は携帯電話がなかったですからね、ファックスで課長が指示して、でこれだけでやるとね、やっぱりその営業さんはお互いにね、傷の舐め合いをやらないと労働欲求が湧かないんですよ。だから月に2回会議を開いてですね、昼から1時から会議を開いて4時ぐらいまでやりまして、でこれからは居酒屋ってことですね。そこでお互いに傷の舐め合いってことですね。で2週間後にまたこういうことやらないとね、やっぱりその貴族意識っていうのがなくなるんだそうです。で日本人っていうのは一人になると弱いんですね。ユダヤ人っていうのは一人になったら強いんです。日本人は一人になると弱いのね。それで花王がこれによって訪問件数が伸びてですね、実績上がったんです。それが新聞とか雑誌にこう報道されたんで、それで直行直帰やった会社があるんですけど、1年後にね、営業マンが3割4割辞めた会社が出てきた。結局これ忘れてたの、これ居酒屋駅居酒屋やめ忘れちゃったのかね。それで3ヶ月に1回ぐらい顔出すとなんかうつ病みたいになっちゃってですね、やっぱりこう同じ営業の人と居酒屋で飲まないとね、やっぱ労働欲求湧かないんですね、日本人は。それで偉い目になってですね、それでやっぱりそのちゃんと人間の習性まで考えてということですね。